やっぱこだわって作ってる。もともとバーテンダーさんでいらっしゃる。そうですね、僕自身日本とスペインでもともとバーテンダーで勤めてて。あ、スペイン。そうなんですよ。どこですか、スペイン。スペインのマドリードで。マドリードですね。スペインで、あの、そのバルいっぱいあるじゃないですか。はいはい、スペイン、スペインバル、はい、でバルをちょっと橋をしたりとかしながら、はいはい、それのロケでやらせてもらったんですけど、はい、最高でしたね。その ああいう店で働いてらしたんですもんね。そうですね、もうめちゃめちゃカクテル作ってました。かっこいい。あ、実は僕もあのもうデビュー当時ぐらい、はい、バーテンやってたんですよ。あ、そうなんですね。はい、クビになったんですよ。あ、それ聞いていいのか悪いのか。あの態度が悪すぎてたまたまちょっと客ね、お客さんがはけた時にカウンターの端っこでこうタバコを吸ってたんですよ。はいはいはい。でタバコの煙が目に入る瞬間ってたまにあるんですよね。はいはい。であっていう、こうこの瞬間ですね、吸ってて、いや、はって、この瞬間にちょうどオーナーがドアを開けて入ってきて、はい、なんちゅう顔でせかしてんねんで、まあ若かって尖ってたんでしょうね、タバコの煙が目に入っただけですやんって、あの反抗してしまった。一応シェイカー振ってるはしてました。そうなんですね、はい、自分では多分うずやん見ないと思ったんですけど、貸して、持ってるんです、持ってるんです、うん、買ったそれはダメだよ宮迫さん、俺買ってん。